は、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ドライバー、ユーティリティ、アイアン、クラブを3本持っております。これでまあ一体何をやるのかというとですね、最近よくレッスン中ですね、そのボールとの距離感がわからないからどうやって合わせるのか教えてくれと言われることがあるので、今回はそれについて説明していこうと思います。確かにね、こうやってドライバー、ユーティリティ、アイアンと持つと長さが同じクラブって1本もありませんよね。もちろん最近ワンレングスとかですね、ツーレングスっていう全て同じ長さのアイアンセットとかね、ショートアイアンは同じ長さで、ミドルアイアンは、ショートアイアンちょっと長い長さで統一してますよっていうセットが増えてきてるんですけども、まあ個人的にはワンレングスは力がある人じゃないと飛ばないんかなと思ってます。要はロフトが番手によってね違うわけですから、短いクラブにロフトが立ってるヘッドがつくと短尺化してるわけですからね、飛ばないんじゃねえかなって思ってます。まあ、話が逸れましたね。この長さの調整というかボールとの感覚作りに対してのお話になるんですが、これ私どのクラブを持った時でも、まあ、前傾角度っていうのはだいたい20度から30度、ここで両手だらんって垂らしなさいと、はい、だらんと垂らした状態っていうのが自然体ですよね。この自然体で作った位置でクラブを握って、それでボールがフェースの真ん中に来るところで握るのが自然ですよっていう風にお伝えしてます。そうすると大体拳って1つから2つくらいね入ると思うんです。手と体の感覚っていうのは1個から2個、ここの感覚を統一して覚えていただいた方がいいんじゃないかなって思います。この距離感で構えていけばどのクラブで打っても同じスイングで打てると思います。今俺このユーティリティ怖かったな、ここに置くんじゃなかったなってつくづく思いました、ね、ユーティリティも同じように前傾20度から30度でダラーンって垂らしたところで左手を握ります。拳が1個から2個入るくらいです。でこの状態でボールとの距離を合わせて、ドライバーと同じような球が出ましたよね。同じスイングしてるんで同じような球が出るはずなんです。でアイアンも同じように前傾20度から30度でダランって垂らしたところで握っていくので、当然拳が1個から2個です。これ握ってフェースの真ん中にボールが来るようにセットします。この状態でスイングしていきます、はい、このような覚え方をしていただいた方が安全かなと思います。どうしてもボールとの距離で覚えようとすると、やはりその日の感覚っていうのもあって、その日打ちやすいクラブの感覚で練習してしまうこともあるんですよ。例えばユーティリティがその日打ちやすいって思ったら、ユーティリティと私の顔ってこんだけ離れてます。この距離でアイアンを構えてしまうと前傾角度も深くなりますし、手と体の感覚も空きます。これって結構しんどいアドレスなんですよね。体重もつま先にかかります。ですのでスイング動作もちょっと腕が伸びてしまってフェースが左向いてしまったり、つま先に体重がかかるので体が回らなくなってバランスの悪いスイングになります。ですのでこのクラブの距離感ってこんな感じっていう風に覚えていただくよりも、アドレスして前傾角度20度から30度作ったら、手をだらんって垂らして、だらんって垂らしたところでクラブを握っていくと、
でこの拳が1個2個軽く入るくらいの距離感がアドレスなんだよって、ボールとの距離なんだよっていう風に覚えていただいた方がいいかと思います。ぜひこの手と体の感覚、ここでのミスはすごいもったいない。だってこんなね、動きじゃないからね、動いてないところのチェックだから。スイング動作でエラーするのは、それはまあその時の気分もあるし、力んじゃったとかタイミングのズレとかもあるから、しょうがないっていう言葉で片付けれる時もある。でもアドレスのエラーは、それはもう自分のチェック不足しかないから、もったいないです。ぜひもったいないミスは減らしていきましょう。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画が役に立ちそうだなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。